運んできましたストークです。007ナイトファイヤー続きからやっていきます。次は島への潜入、島の防空ディフェンスシステムを破壊せよ。はい、じゃあやっていきますよ。さて次はどうなんでしょう。ドレイクが所有する島の防衛システムを破壊せよ。センチネルの攻撃は非常に強力です。よし、オッケー。アクセスコード確認中。コード確認終了。ミサイル弾ゲット。危ねえ。アクセスコード送信中。コード認証。どこだよな。OK。あとはもうね、最後のところね。アクセスコード送信中。コード認証。戦略勝ちだ。オッケー、クリアか。ここまでは順調だけど、この峡谷にはまだ地対空ミサイルの発射設備が残っているが、なんでだ。我々の島に潜入するためにその設備を破壊する。ダブルオセロ、その橋は島の反対側へのメインルートよ。破壊してちょうだい。オッケー。
削れたな。結構削れちゃったよ。オッケー。前を。オッケー。急降下しますよ。ヘリが前におるんだよ。あれを倒すんだよ。めっちゃ出てくる。後ろ撃てんのんだよ、後ろ。ここだ、前か。早く早く早く倒れて、なかなか倒れんぞ。いや、あとロケット12発しかないんだけど、もう大丈夫かな。あと6発やで。オッケー。おっと、これで終わりか。なんか終わりっぽくなさそうな気がするけど、ローディングがある。これはまだあるパターンか。今回長いぞ。次はもっとうまく着地するわね。そう願いたいね、アウラ。行こう。アウラ、奴らは引き受けた。君はこのガラクタを破壊してくれ。オッケー。オッケー。 オッケー。 弱点を見つけたわ。発射台に爆薬を仕掛ければいいわ。だけど爆発まで時間がない。急いで脱出するのよ。
オッケー、ブロンズメダル獲得。はい、セーブしましょう。スペシャルカードウルトラレーザー。はい、ではですね、今回はここまで。次回はこの続きの内容を届けてまいります。ゲーム実況ストークでした。バイバイ。チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録。